石抹茶チャンネル、ふぅ、石抹茶、石抹茶、こんばんは。今日は毎週恒例です。駅抽選していきまーす。毎週、大阪全駅ストリートライブ制覇挑戦中という企画をやっておりまして、今週のね、火木土ストリートライブする駅を今から抽選して決めていきます。いつもの抽選袋はこちらでーす。はい、この中にね、大阪全駅の駅名が書かれた紙が入っておりまして、ここから1枚ずつ引いて今週ストリートライブする駅を決めていきます。まずは火曜日、何が出るかな、何が出るかな、てててて ん, てんてててて、はい、取りました。寺田町駅です。寺田町駅ね。はい、続いては木曜日、ストリートライブする駅は、何が出るかな、何が出るかな、てててて ん, てんてててて、んはい、撮りました。石橋阪大前駅、石橋阪大前駅が木曜日。最後、土曜日ストリートライブする駅は、何が出るかな、何が出るかな、てててて ん, てんてててて、んはい、撮りました。東花園駅、東花園駅。というわけで、今週ストリートライブする駅は決まりました。まとめていきましょう。はい、まずは火曜日、寺田町駅、寺田町駅。木曜日が石橋阪大前駅、石橋阪大前駅。最後、土曜日、東花園駅、東花園駅。というわけで、今週も、ストリートライブを頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。でね、ストリートライブが終わって、来週、あ、今週、来週月曜日か、4月29日、奈良にあります国営アスカね、どっかに出てると思います今ね、チャリティーコンサートの方に、出演させていただくことになりましたので、開始がね10時半から終わりが17時かで、石抹茶はだいたいね12時半過ぎぐらいからのね出演という形にはなっておりまして、その時にまた先週京橋でね、サポートを来てくださったマサさんがまたこれもサポートとして入ってくださるので、なかなかねこう楽しいストリート楽しいステージになるんじゃないかなと思いながらね、ですごい雰囲気もいい場所ということを聞いておりまして、気温もちょうどいい感じのね今の時期、こうレジャーシートなんか引いたりとかしてねゆったり聞いてもらえるような感じだと思いますのでね、もし、どこかお出かけ考えてるならよかったら遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、今週は以上です。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。バイバイ。